海軍コマンドはフランス海軍のコマンド部隊。海軍フュージリア海兵隊コマンド軍令下の特殊部隊。海軍に所属しているが命令系統上は特殊作戦司令部の指揮下にある。フュージリア海兵隊と海軍コマンドの歴史は1856年に創設された海兵隊学校に遡る。海軍コマンドは 1942年に自由、フランス軍兵士から編成された部隊が元となっている。この部隊は、部隊の司令官であったフィリッペ・キーファー指揮による、ノルマンディ上陸作戦で活躍している。その後、部隊は6つの個別部隊に分かれ、第1次インドシナ戦争に参戦したが、ベトミン軍の攻勢にあい、人民ンン寺院をめぐる戦闘において、 6部隊の一つであったフランスは隊の約半数が戦死し壊滅したり、ユベル部隊の6名のうち3名が残殺されるという散々な戦果も経験した。これ以降、アルジェリア戦争の反乱軍鎮圧に投入されたりするなど、現在フランスの特殊部隊の中でもエリート部隊の一つとなっている。部隊構成はアメリカ海軍のネイビーシールズと似ているが、シールズは 部隊方面別が主な分け方であるのに対し、海軍コマンドでは、役割別の部隊編成となっている。海軍コマンドは5つの戦闘コマンドと、2つの支援コマンドで構成される。それぞれ専門の部隊であり、部隊名は、第二次世界大戦とインドシナ戦争で戦死した、コマンド部隊の将校の名前から付けられている。ジブチにて、海軍コマンドと、米軍兵士。 ありがとうございます。